皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今回ソフトバンクさんの役割の動画ということで、はい、どうでした、撮ってみて。いや、どうでした、ラッスン、どうでしたか、ラッスンの。いや、楽しかったですよ。僕ら、一発で行ったんで。そうなんですよ。バンビーノさん、むっちゃ長かったな。あ、バンビーノもやし。バンビーノさん、めちゃめちゃ長かった。絶対順番逆の方が良かったなと思って。そうですね。いよいよ先輩に言うようになりました。こちらもやっぱ成長したもんですからね。ただ、バンビーノさん、これ全部、やっぱ孤独があるんですけど、これ全部バンビーノさんの。そうなんです、これも。この愛され方のさ。ほんまに。僕らなんもない。いや、のヤシの実ね、愛され方じゃなくて、これは大人の仕事やね。冷静に。そう、完全にこれがないと絶対あかんもん俺ら。そうですね。何言ってるか全然わからない。やっとこれで文字が伝わっていくから。僕ら似合わないですもんね、これ。いや、石山さんが持ってたらめっちゃ似合いますから。全然似合わないです。僕らただただ生身でやっただけです。そうですね。いや、なんかかっこいいけどな。全然そっちの方がいいよ。いや、なんでなんかおしゃれっすわ。めっちゃ荷物多かったもんね、今日。そんな荷物。すごかったよ。いやでももう今日のためにね、うん、全力出し尽くしましたから、はいはい、もうなんか足もほとんど釣りかけてましたよ。いやもう今めっちゃプルプルしてますね。プルプルしてますね。消費カロリーがかなりのカロリーですから。いやどうでしたか、八の子は。いや楽しかったですね。こんななんかね、中身がめちゃめちゃ変わってます。久しぶりにやったんでね。ソフトバンクだけのコラボできたというかね。新ネタやと思ってやりました。あそのぐらいやっぱちょっと変わってたんやな。そうですね、そこを見ていただきたい。なるほど。あと、その学割ということで、はい、学生時代の学生時代はガラケーでしたね。まあまあそれはね。そうやね。近いんじゃない？でもまだ20、23とかだろ。学生とか近いでしょ。大学高校まだ卒業してそんなに経ってないよね。俺らの時は中学校3年ぐらいでやっとみんな携帯持ち始めるみたいな。そうそうそう。高校の初めぐらいで持ち始めるぐらいの感じだった。ポケベル世代やからね。ポケベル広末世代やから。ポケベルって携帯なんですかあれは。ああ。あれの意味が分かんない。アナログの良さを知らんなぁ。アナログじゃない。あれがいいけど、あれがいいんだな。まあでもやっぱり一番いいのはね、ソフトバンクさんということで。そうなんですよね、結局ニブラ。ちなみに25歳まで学割生きるんですけど、はい、はい、ああ、僕は。いや、学割ほんまなんすか、それ。僕まだやってないです、全然。これで初めて知りました。あ、お前もソフトバンクか。え、そうなんすよ。え、ほんまにいいんすか。いいんすか、誰だ。え、でも学割じゃ、学生じゃない。若い人じゃない。あ、なるほど、なるほど、じゃあダメですね。あと今回動画なんですけど、はい、実際上げまして、はい、ウェブに、はい、で、まあ、それをちょっと見て、真似した人がいて、はい、実際にそれぞれちょっと良かった人と行ってもらおうかな。ああ、全然行かせていただきたい。それぞれということは、ちょっとバンビーノもいいんですか。いいんですか。そんな、なんかすいません。ちょっと北海道とかになってくるとね、この格好すごい寒いんで。まあでも藤崎マーケットさんがタンクトップでやってましたから。じゃあ文句言えねえ。文句言えないです。で最近とにかく明るい安村さんがもう V パンで北海道動きしてました。上には上が。僕らも全然何も言いません。そんなもん。いや僕らも言わないですよ。いや嬉しいやろな、86来て。ゲリラですか。ゲリラで行くんですか。急に行くんですか。ゲリラ。まあ連絡すると。連絡して会いに行くんですか。はい、めちゃくちゃうまく踊っていただいて。そうですね。うわー、そうや。反抗していただいて。めっちゃ盛り上がりそう。で、4人でやったりして、やったりして。はい。あ、みんなのやつもね、やったりして。僕たちはもう見ていただけるだけで光栄です。大西さん。お前、雑に大西さんいるから。お前の本ネタを。じゃあ、そんな感じで。ありがとうございました。そんな感じで、ありがとうございます。ありがとうございました。はい。投稿してみたいな。あ、お前、そうですね。はい。しっかり僕たちのラッスンゴレア真似して投稿してください。お願いします。会いに行くよ。こんなかっこいいコメントだったらいけるのか。会いに行ったとしてもすぐニーブラする可能性があります。ゲッヘッヘッヘッ。はぁ、藤田さんめちゃめちゃ腹から声出てる。はぁ、はぁ、すごい、意味悪すぎる。お前らが人気出るのもめっちゃ分かったよ。やっぱ上手やな、それも。そう、怒りすぎる。さあ、怖い。海鮮丼、海鮮丼。